両親に言われた、相手チームに対してもそういうところの強さを持ったので、すごく感謝しています。ありがとうございました。今シーズン、A シードを叶えたわけですけど、すみません、試合の後で何を話していいかちょっと決まらないので、まずは本当にサポーターの皆さんに感謝の気持ちしかありません。新潟は、豪雪地域と言っていいのか分からないですけど、すごく雪が降る地域で、キャンプの時から長い間、アウェーで生活をして、ボランティアの方々により雪かきなどを行ってもらい、スタートすることができます。新潟でなければ味わえない苦労というのを新潟にいる選手たちは毎年感じたりプレーしています。そういう中でサポーターの皆様と一緒に練習で出場権を獲得するという目標を達成できなかったことをチームのキャプテンとして本当に申し訳なく思っています。来季はチームがどういう目標を抱えるかはありませんが、キャプテンとして一個人の選手としてどんな試合でも勝ち切るゲームをお見せしたいと思います。温かいサポーターの前でプレーするところに喜びを大事にしっかりと感じながら全力で新潟らしいサッカーを見せていくので、大事に応援よろしくお願いします。ありがとうございました。